しますが、いや、聞いていただいたんですけども、これなかなかね、信じてもらえないかもしれないんですけども、自分実は100万円拾ったことあるんです。すごくないですか？本当ですね。そうなんです。これマジのガチの本当の本気で本当なんです。はい、というわけで、いや、いきなりびっくりしましたね。こんな偶然ってあるんだなって感じで、こういうエピソードがあるっていうのもね、でエピソードトークができるっていうのも芸人ならではなんじゃないかなっていうことで、いや、なかなかちょっとこうファインプレーと言いますか、いや、これをきっかけにね、開運芸人みたいなことでね、ちょっと話題になってこう芸能界でのし上がっていけたらなんて思ったりしておりますけど、これでバズったりしないかな。はい、というわけで、あのインタビューを受けて帰ってきてほやほやの状態なんですけれども、いやー、どうなんだろう、果たしてどのように編集されているのか分かりませんけれども、いや、すげーチャンスだったのかな。もっとガチンでグイグイやっとけば受けたのかな。もっとああしときゃよかったなっていうのをね、帰ってきてからすげえ反省してしまいますね。歩いて北海道まで行って、そっから帰ってきたみたいなところも、そのエピソードをぶっこんどけばよかったかなとか、いやー、なんかちょっと後悔ばっかり押し寄せてきますね。もう何だったら、あの、ちょっとネタを見てくださいみたいなことで、ネタとかもやってよかったんじゃないか。いや、せめて一発ギャグぐらいやっとけばなーとか、いや、思ったりしますね。でも、まあ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 。まあ、さすがにね、100万円拾った人なんかなかなかいないだろうっていうことで、食いついてもらえたっていうところで、まあ、ちょっと爪痕は残せたんじゃないかな。いい感じで美味しく使っていただけたら嬉しいなぁなんて思ったりしますね。そして、なんといっても、この私の自慢のこのルイスレザーのね、20万円もしたこの革ジャンを着て、テレビに出られたっていうところが良かったのかななんて思ったりしますね。いやー、かっこよく映ってるといいな。というわけで、まあ反省しきりなんですけれども、街頭インタビューでちょっと芸人っぽいエピソードぶっこんでみて、果たしてどのように使われるのか、ドキドキっていうところですよね。そしてこのウエストポーチのね、100万円ね、ウエストポーチしてるっていうのを忘れて、ちょっとね、スーパーに買い物とかに行ったりして、こんなことやってる場合じゃない、さっさと帰ってこれを金庫に保管しなければみたいなことをね、思い出してちょっと焦ったっていうのがありましたね。はい、というわけで、このようなね、テレビの取材などでもありますので、積極的にいろんな街をうろうろして歩いてみて、なんかちょっと爪痕でも残していけたらいいかななんて思ったりしておりますね。はい、というわけで、皆様もご興味ございましたら、積極的に街へ出かけて散歩してみるというのはいかがでしょうか。といったところで、また次回の動画でお会いいたしましょう。本日は、街を歩いてたら街頭インタビューされて芸人っぽいエピソード披露してみたという動画でございました。ご視聴いただきまして、ありがとうございました。バイ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 。